頭頂病院だったんですけど、うちのガイドさんたちが疲れちゃったっていうことで登頂してません。まだすごい。ここはベースキャンプ4です。キャンプ4、明日行く予定です。ただ今からミーティング。 Then you endanger everybody in this in this in this 校舎だとよく鼻血が出るんですけどね。また鼻血。明日風が吹いていなければ登頂します。まぶしい。今夜の8時。メートルぐらいですね。デナリの最終キャンプ、アタック前の、まあ、こっからが皆さんロープにつながっていくので、結構ゆっくりモードといって、往復13時間、長い。多分一人で行けば8時間10時間ぐらい、8時間ぐらいで帰ってこれる道のりなんだと思います。明日までどうにか天気を持ってほしいです。明日アタックです。いや、ここすっごい綺麗なんですけどね。今下が曇っちゃってるんでわかんないけど、夕食よくわからない、日本のお米みたいな、アメリカ版。カロリーがすごい、700、プロテイン40。